北川冬彦は日本の詩人、映画評論家、悪夢などの小説作品もある。本名はターゼ・彦。滋賀県大津に生まれながら父親の仕事関係で満州で育ち、軍国主義の旅順中学で5年間寄宿舎生活を送った。1919年に第三高等学校文科兵類に入学。柔道をしていた北川は、 1921年、秋頃、新京国の江戸カフェにたむろする、同志社大学の猛者を追っ払い、それを見ていて感激した、かじいもと次郎と言葉を交わす。1922年に参考を卒業し、東京帝国大学法学部フランス法に入学。死の創作を始めた北川は、1924年11月、安在冬枝と、死死、青総監現代史。 特に新三文史を発表。1925年1月に、詩集、三半期間喪室を出版し、横光リ一から激励の手紙を送られ高評価された。1925年3月に仏法を終了した後、改めて文学を勉強するため4月から、文学部仏文化に再入学。帝大文芸部の主門の同人となり、池谷新三郎、安倍友 古沢康次郎、久田栄次郎、船橋誠一と知り合った。同年、参考で顔見知りだった、梶井元次郎らの同人誌、青空に掲載された、梶井のレモンに感銘を受ける。共通の友人宅で梶井と再会し、同人参加の誘いを受け、その後1926年12月の第22号から、同人となった北川は、第24号に発表した。 軍港を内蔵しているという一行し馬をカジから撃証された。1928年、春山幸男西脇純三郎、北園勝恵らと、志雑詞、首都四郎総監に参加し、1929年10月観光の詩集、戦争で脚光を浴びた。カジ元次郎はこの詩集の書評を、文学11月号に寄せた。北川は詩を発表しながら、 飯島忠氏の誘いもあって、映画評論を書き続けた。伊藤大輔が代表する陰文映画に対して、三文映画を提唱し、その騎手として、痛み満作を高く評価した。シナリオ文学の独自性をも評判した。北川が中心となって、シナリオ研究十人会が結成され、機関紙として、シナリオ研究が刊行され、 萩原作太郎がそこにシネポエムや文学としてのシナリオなるエッセイを発表した。戦後、詩、映画ともに対してネオリアリズムを標榜し、第二次、時間を主催していた。また、戦前からレーゼシナリオに関心を持ち、レーゼシナリオはまた神経式として文学の脳を豊かにするだろうと述べている。晩年は1963年から立川市に住まいを構え、 現代医の改革を続けた。1980年には、死、石が掘られた、青少年に送る日が、立川市民体育館の前提に混流された。ありがとうございます。